大会5日目。いよいよ戦いはベスト8に突入。第1試合は、小学生時代に日向たちと同じチームだった選手8人を擁する、埼玉県代表、明和東中が勝利。第2試合は、東京都代表東邦学園が、日向を欠きながらも、若島津や沢田らの活躍で余裕の勝利。そして残すは第3試合の、北海道代表富良野中対愛媛県代表南宇和中、第4試合の静岡県代表南葛中対長崎県代表平戸中となった。富良野中サッカー部マネージャー藤沢よし子。はい、分かってます。サッカー部が負けたらその日すぐにお父さんのいるアメリカに。はいはい、それじゃあ。私が日本にいられるのは長くてもあと3日。このままでいいの、松山君。マネージャー、監督が呼んでたぜ。うん、今行くね。ああ。あ、松山くん。ん？あの今日も頑張って勝ってね。おう。じゃあまた後でな。いいの、このままで。だって今の松山君は今日の試合に勝つことしか考えてないもの。準々決勝第3試合は予想外の展開。ここまで抜群のチームワークで勝ち上がり、南葛東邦に次ぐ優勝候補と目されていた松山君率いる富良野中央、初出場ながら今大会注目のテクニシャンとも言われる石田君率いる南宇和中が1対0とリード。南宇和中は試合開始早々、石田君のパスをセンターフォワードの武井君がキーパーと競り合いながらもパワーで押し切ったヘディングで先制。これが影響したか、富良野中は自慢のパスワークが南宇和に読まれ気味でなかなかペースをつかめず、さらに2度の決定的チャンスをセンターフォワードの小田君がいずれも外し、いまだノーゴール。さあ南宇和中、このまま優勝候補を押し切るのか。俺のせいだ、俺がきちんと決めていれば。いくらパスワークが得意でも俺との一騎打ちを怖がってパスばかり出すようなやつがキャプテンじゃ、お前たちに勝ち目なんてないぜ。お前なんか怖くなどない。ただサッカーはチームスポーツというだけだ。確かにサッカーはチームスポーツ。パスはその基本で、しかも仲間を信頼していなければ出せない。でも逆に言えば仲間頼りの戦い方で自分の実力に自信がない証拠とも言えるんだぜ。何？さあ自らボールを持ち攻め上がる石田君、1点目を挙げた武井君の頭に再び合わせるのか。ここで南宇和が追加点を取れば試合の行方は決定的になります。みんな武井から目を離すな。あ、俺をなめるなよ。もらった。あっと石田君、フラのディフェンスの隙をついてロングシュートだ。まずい。決めさせるか。何取った。これは加藤君、富良野中を救うファインセーブだ。来い加藤、こんな奴らに富良野が負けてたまるか。はいキャプテン、行くぞみんな。キャプテンに続け。これは富良野中全員攻撃だ。みんな富良野の攻めはパスが中心だ。今まで通りパスコースを塞げ。クソだれ。一連中土のグラウンドでサッカーができる連中に俺たちが負けてたまるか。おっと松山君、一度もパスを出さずにロングシュートだ。何決まった。強引とも思えた松山君のシュート、凄まじい勢いで南岩ゴールに飛び込んだ。富良野中の全員攻撃を見てパスを読んでいた南岩中、完全に裏をかかれた。やったーキャプテン。まだだ、まだ終わりじゃない。さあ第3試合も残り時間わずか。同点に追いつき波に乗る富良野中、再び全員で上がり最後の攻勢をかける。ボールを持った松山君、さあどうする。またあのシュートが来るぞ。松山にマークだ。あっ、それ金だ。何、おっと松山君、先ほどとは違い今度はパスだ。富良野中得意のパスワークで攻める。みんな落ち着け。パスコースを読んでカットするんだ。お、南岩中武井君も戻ってのディフェンスだ。ここだ、もらった。これはうまい。武井君インターセプト、クリアだ。させるか。何、これはすごい。富良野中ボールを取られても他の選手がカバーに入る。まさに攻防一体。キャプテン。さあここで再び松山君にボールが渡った。あっと、それを読んでいたが石田君が突っかかっていく。やはりな、いくらチームワークに優れているとはいえ最後はやはり松山頼りだよな。松山、お前を止めて最後の攻撃にかける。石田、望み通り1対1で勝負してやるぜ。石田が負けた。あっ、かわした。キャプテン同士の対決は松山君に軍配が上がった。松山君、これでフリーになった。決定的チャンスだ。それ、あっと松山君、ここでもシュートに行かない。パスだ。キャプテン、お前が決めろ。小田、富良野のセンターフォワードはお前なんだ。今日2度も失敗している俺をここで決めなきゃ男じゃない。いけー。決まった。小田君3度目の正直。富良野中決定的な勝ち越しゴール。ここで試合終了。富良野中苦しみながらも準決勝進出だ。やったな小田。よかった松山君。勝ったか松山。あの小田君の勝ち越しゴール、さっきのタイミングならば松山君は自分でも決められたはず。もし小田君が失敗すればそれは取り返しのつかない失敗だった。それでもあえて不調の小田君に、松山君、君はそこまでチームメイトを信頼しているのか。今日の相手平戸中はここまでの試合を全て1対0で勝ってきたチームだ。守りは厚いが南葛の攻撃力ならば突破できるはずだ。気を引き締めていけ。はい。平戸中か。そういえば予選の時からうちを偵察に来てたらしいな。初出場だし特別マークはしてなかったが、さっきの試合の南ウワ中みたいなこともある。今までベールをかぶっていた思わぬダークホース、そんなことがあっても不思議じゃないぞ。ようやくこの日が来たたい。ええ、俺たちは南葛と戦うためにここへ来たんですからね。その通り、他の試合などどうでもいいたい。わしらの本当の力、いよいよ発揮する時が来たたい。全国中学生サッカー大会も準々決勝、ベスト4はすでに3チームまで出揃いました。さあ残る1つの椅子をかけ、いよいよ前回覇者大会 V3 を狙う南葛中学と、今大会ここまで全て1対0という新勝で勝ち残ってきた平戸中学の激突です。果たして初出場の平戸がどこまで王者南葛に食い下がれるか、それがこの試合のポイントでしょう。南葛の連勝記録、わしらが止めてやるたい。何？さてそれはどうかな。これは南葛キャプテンの大空翼くん。ま、今日はお互い勝利を目指して頑張ろうたい。こちらこそ。観客の大多数は当然南葛の勝利と確信してるだろうが残念ながらこの試合勝つのはわしらたい。余裕の笑い。やはり平戸中には今までの試合には出さなかった何かがあるぞ。さあ今日がわしらの開幕日たい。やっと本気を出せますね。おう、目いっぱい暴れるたい。け、何言ってやがる。みんな気を引き締めていくんだ。彼らにはきっと何かがある。伊沢君、ここはザゴは引っ込むたい。さあ激しいタックル、スルーパスを狙う。山本ぶつかっていった。チャージが決まった。パスを出します。中条君、スライディングでカット、横をすり抜けた。岩見君、激しいタックル。タッチ君、ここからチャンスを作れるか。森須君、素早く横にかわす。チャージが決まった。あとドリブルを見送る。わしのパワーディフェンス。肩が決まった。ここでスルーパス、ここでチャンスを潰します。チャージが決まった。長野君、ゴールを狙う。畠山君、これはキャッチできない。さあボールを抑えた。絶妙なインターセプト。横をすり抜けた。イカ戦隊佐野、ここで作戦を抱えてきました。伊沢君、激しいタックル。岩見君、タックルを決めた。久保君、激しいタックル。翼君、ここは勝負を避けた。佐野君、巧みにひょいとかわした。チャンスが決まった。いけー。杉君、ここはパスを出した。体ごとぶつかっていった。ボールを奪った。ボールがタッチを割りました。スローインでのリスタート。滝、ワンタッチで送る。中国君、激しいタックル。チャンスが来ました。秋沢君、激しいタックル。体ごとぶつかっていった。いけ。佐野君、カール技のような動き。巧みにひょいとかわした。佐野君、ここからチャンスを作れるか。このタックルは不発に弱い。森鈴木、素早く横にかわす。敵陣へ攻め込みます。チャージが決まった。長野君、ここは勝負を避けた。ドリブルでボールを運ぶ。体ごとぶつかっていった。岩見君、激しいタックル。タックルを決めた。平戸、闘志をむき出しにして相手チームへと向かっていく。早くも前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。あっと、奪い返した佐野君。ボールを狙うも届かない。タキ君、スルーパスを狙う。チャージが決まった。森数君、横にかわして突破。樋口君、素早く横にかわす。これはごぼう抜きだ。高木君、激しいタックル。ロングパスだ。翼君、ダイレクトでパス。鋭いスライディング。中条君、横にかわして突破。佐野君、タックルをちゃんとかわした。小田君、タックルを決めた。杉君、横にかわして突破。チャンスが決まった。神野君、なんという迫力だ。まさに走る。わしを止めてみろたい。激しいタックル。長野君、センターラインを越えて攻め込む。体ごとぶつかっていった。素早くつなぎます。滝君、センターラインを越えて攻め込む。奪い返した。おっと、攻守交代だ。体ごとぶつかっていった。ロングボールを送る。滝君、ダイレクトでパス。余裕、ここで激突。これは互角の勝負だ。空中での激突だ。キスに無法、この一番を制する。激しいタックル。南葛、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。翼君、ボールダッシュ成功。中条君、タックルを決めた。岩見君、激しいタックル。杉君、必殺のシュートを放った。ボールはまだ生きている。曽田君、パスを回す。杉君、激しいタックル。チャージが決まった。豪快にシュート。高山君、このシュートを正面から受け止める。パントキック、どこまで運べるか。ヘディングでのパス。小田君、ロングパスだ。岩見君、素早くつなぎます。杉君、激しいタックル。秋沢君、ボールダッシュ成功。伊沢君、激しいタックル。ガッと奪い返した。チャージが決まった。神野君、なんという破壊力だ。一発のシュートを放った。横っ飛びで鋭く反応。ゴール隅に突き刺さった。ここで先制となるゴール。骨のあるところ見せてみろたい。飛ばすタイプ。ここで大きくサイドチェンジ。体ごとぶつかっていった。パスを出します。チャージが決まった。体で振り切った。これはゴールだ。長岡君、横にかわして突破。チャージが決まった。滝君、スペースにパスを出した。狙いすました。パスを送る。チャージが決まった。俺もそろそろ本気でいくか。激しいタックル。中里君、点はやらんたい。中条君、激しいタックル。体ごとぶつかっていった。ここはパスを出した。ドリブルでボールを運ぶ。スライディングで止めた。パスを回す。オラオラ。それ。岩見君、ボールを奪うことができません。横にかわして突破。こで前半終了のホイッスル。思わぬダークホースの出現だ。初出場の平戸中がここまで王者南葛中をリードする展開。後半南葛は翼くんは平戸中慈瞳くんの熱い守りを崩せるか。くそ、あいつら強いぜ。しかも翼の怪我も。諦めてどうする。みんなまだ前半が終わったばかりじゃないか。あ、はい。でもどうだ木杉、滝。俺たちはただの打撲です。後半もなんとかいけます。でも翼はかなり。翼、さあ行こうみんな、後半戦だ。翼、俺たち南葛のサッカーをすればまだまだチャンスはある。頑張ろう。ああ、そうだよな。とにかくやるしかない。取られた点はもうどうにもならないんだ。みんなでやるしかないな。まだだ、まだ十分に追いつける。この試合まだ一本も打っていないあのシュート、あれがあれば。伊沢、後半が始まったらすぐに俺に渡してくれ。まず1点俺がぶち込む。よし、分かった。行くぞ平戸。俺のドライブシュート、まず初めに食らうのは君たちだ。やりましたねキャプテン、こっちのペースですよ。ああ、後半もこのペースで行きたい。はい。面白くないたい。わしが初めて真剣になった相手南葛、そして大空翼、それがこの程度とは。所詮サッカーなんてこんなもんか。喧嘩でもサッカーでもわしより強いやつはおらんのかいの。行くよロベルト、俺のドライブシュート、トリックオークだ。慌てんでもよかたい。いくら威力があっても枠に行かないんじゃ。何、入った。やったんだ翼、ついに決まったぞ。これはすごい翼くん。ゴール頭上をはるか超えるかと思われたシュート、しかし鋭いドライブ回転がかかったボールは急降下してゴールイン。なんという中学生だ大空翼くん。さあ注目の後半戦。森下君、横にかわして突破。このパスは通らない。いけ木杉君、ここからジャンプを作れるか。平戸、闘志をむき出しにして相手チームへと向かっていく。佐野君、素早く横にかわす。高杉君、ここは抜かせません。翼、中条君、激しいタックル。長田君、横にかわして突破。いけ敵陣へ攻め込みます。小田君、ここは抜かせません。行けそら、スライディングで止めた。森数君、パスを出します。小田君、激しいタックル。長野君、ここはパスを出した。鋭いスライディング、チャンスが決まった。岩見君、パスを出します。ドリブルでボールを運ぶ。翼君、得意のヒールリフトで抜いた。野田君、パスを回す。佐野君、素早く横にかわす。かわして振り切った。高杉君、ボールダッシュ成功。木杉君、ここからチャンスを作れるか。決まった。いけたい。柳沢君、ここは抜かせません。翼君、パスを出します。チャージが決まった。よっしゃ、すり抜けた。山田君、ボールダッシュ成功。体ごとぶつかっていった。スルーパスを狙う。高藤君、スライディングでカット。ドリブルで突破。高藤君、激しいタックル。素早くつなぎます。長岡君、パスを出します。岩見君、タックルを決めた。ドリブルでボールを運ぶ。木杉君、ここでシュートでゴールを狙う。そこで山君、ゴール正面でこのシュートを迎え、パントキック。どこまで運べるか。素早くつなぎます。野田君、ボールダッシュ成功。野田君、タックルにちょっとかわした。軽技師のような動き。佐野君、センターラインを越えて攻め込む。チャージが決まった。翼君、お箱のヒールリフトだ。伊藤君、ここで止めた。体ごとぶつかっていった。中条君、スライディングでカット。横をすり抜けた。かわして振り切った。奪い返した。逆サイドにボールを振る。ダイレクトでパス。長野君、パスを回す。すでに後半も半分が経過。ここからの1点は非常に大きな意味を持ちます。岩見君、激しいタックル。森数君、スライディングでカット。素早く横にかわす。小田君、激しいタックル。岩見君、パスを回す。よし、かわした。パスを出します。佐野君、巧みにひょいとかわした。ここからチャンスを作れるか。ここは抜かせません。南葛、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。長い距離のスルーパス。米津君、タックルを決めた。君、ここは抜かせません。激しいタックル。それ、長野君、ここはパスを出した。激しいタックル。チャージが決まった。パスを出します。それ、曽田君、ボールダッシュ最高。ドリブルで突破。平戸、闘志をむき出しにして相手チームへと向かっていく。チャージが決まった。体ごとぶつかっていった。まさに走る展開だ。かわして振り切った。小田君、激しいタックル。スライディングで止めた。大きくパス。いけ。ここは抜かせません。狙いすましたパスを送る。翼君、得意のヒールリフトで抜いた。野田君、ここは抜かせません。伊藤君、まさに走るガッツポーだ。体ごとぶつかっていった。パスを回す。チャージが決まった。横を抜け抜けた。君、まさに走るダンプカーだ。伊沢君、ここは抜かせません。ここは好きにさせません。体ごとぶつかっていった。ここからシュートに持っていく。畠山君、これはキャッチできない。さあ、ボールが押さえた。木杉君、激しいタックル。曽田君、横にかわして突破。チャージが決まった。これかわして振り切った。おっと、これはオフサイド。こうだ。平戸、この位置からのフリーキック。大きくパス。森数君、ここはパスを出す。佐野君、軽技のような動き。体ごとぶつかっていった。この位置でパスカット。佐藤君、まさに走るダンプカーだ。ここはパスを出した。かわして振り切った。ボールを奪った。パスを出します。このタックルは2つに終わります。翼君、大箱のヒールリフトだ。渾身のシュート。畠山君、横に出た。ゴール隅に突き刺さった。狙いすました。俺は世界一のサッカー選手になるんだ。野君、このボールをコントロール。これはタッチを割ります。南葛、この位置からのスローイン、ワンタッチで送る。横をすり抜けた。ノールダット最高。なんという破壊力だ。肩と足が折れたって。くそ、誰さだくん、素早く横にパス。高杉君、ここは抜かせません。神野君、見逃せ。激し、ついにここで試合終了の笛。南葛、勝ちました。これで3年連続ベスト4進出が決定。やった勝ったぞ翼。くそ、ほんと久しぶりの負けたい。やはり負けるのは悔しいが、なんだか今はすがすがしい気持ちだい。立て、佐野。キャプテン。泣くな、お前にはもう一年あるたい。来年もまたここに来て、今度こそ優勝しろたい。はい。さあ、負けたわしらは潔く引き上げるたい。大空翼、一年間だけと思っていたが、お前を倒すまではサッカーをやめるわけにはいかんたいのう。